ネです。ワンネです。はい、このスピードで上がります。はい、止まっちゃいましたね。止まっちゃいましたね。ですよ、そのまんま一回スピードつけて、もうちょい目優しく握ってあげる。スーッと、そう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 。で、ブレーキングでうまいこと下まで下っていく。前、思いっきり前、もっと前、これは難しいよ。基本姿勢のまま曲がって返す。あの座らない、シッティングしない。はい、片足荷重、スピーディー荷重、何でもいいです。はい、はい、このちっちゃくなるっていうのはすごく重要なんです。安定感全然変わります。今度は中上級者向けっていう、コース、結構ハイスピードです、なのでちょっと一回歩いて、はい、行ってみましょう。おー、すごい。こんなになってます。え、どこ行くんですか、これ。あっち、これはですね、あっちか。ここを走ってって、はい、ここでニュートラルに戻して、次に上げます。いきます。ちょっと歩いてイメージを見てきて、もう1個そう、これがずっとワンワン、ちなみに僕もまだ走ってないです、ここは。あ、そうなんですか。はい、またこんなになってます。すごい、こっから見る景色が怖いっすよね、これ。普通に山道をただ作るんじゃなくて、いかにこの形をうまいこと使って水を抜けるようにするか考えられる。ここなんかもそうですけど、重みにしといてここから水が吐けるようにできてます。しっかり回ります。今日はちょっとまだコースオープンしてないので、ここで止めさせてもらおう。勢いがあると180度どころか360度回って帰ってこいよと。そう、いうコース、まあ、今日はやれないですけどね。どうですか、ちょっと走ってみますか。エキサイティング。ゆっくり走れば怖くない、うん、これを今度はいかにリズムに乗って走れるかっていうのが楽しい。確かになんかこう行ったり、うん、こうアップダウンがあるから、確かにリズムが分かったり、さっき言ってたみたいなこう乗り方が分かってくるとむちゃくちゃ楽しい。楽しいが、まだちょいと先のオープンだ。今日の予定なの。予定は2月終わりから3月の間です。じゃあ春。
だなって思ったのですね、実は春でですね、うちが本当に1周年、フルオープン1周年、それになるべく合わせようっていう話を、はい、してますだそうです。ぜひぜひ遊びに来てください。これは楽しいかもしれない。こう行くのは初めて見たし、初めてなかなかないですよ、うん、確かに海外行くとこれもでかいのいっぱいあります。へえ、これも小田原でもやれますよ、なってきてるっていう、小田原でできるんですよ、すごい。ありがとうございます。ありがとうございます。今日は浦島さんがいないのでちょっと残念です。そうですね、ぜひ今度どこかでお会いできたら、はい、そうですね、お会いしてみたいですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。試乗して乗ってきました。いや楽しいですね。パンプももう一回復習でやったんですけれど、やっぱり何回もやるとこう体の使い方が分かったりとか、でコースも今走らせていただいたコース以外にもいろいろあったり新しく作っていくそうなので、まあ、初心者の方から本当に中上級者の方まで楽しんでいただけると思います。私もなんか今日だけじゃ全然走り足りなかったのでまた来たいなと思いました。またこういうイベントあるみたいなので皆さんもぜひフォレストバイクに来ていただければと思います。楽しかったです。以上です。